どうもこんにちは、 DJ マインクラフトのアンズです。そしておじでーす。イエーイ、お願いします。ともです。というわけで前回はあれですね、なんか遭難仕掛けたんですけど。そうですね。ね、山ん中行ってなんかほにゃららしたような気がするんですけれども。わかんない。前回はそのなんだっけ、あの建物の方やったんで、今日は生き物の方をやろうかなみたいな感じで。了解です。でゼオバイオロジーロボを動かすためのミッションをこの間クリアしたので、とりあえず報酬受け取ってきます。はーい。はい、なんか出ました。おお、なんだ、来ましたね。あ、なんだこれは。空のテラリウムシルバー、特定のアイテムで中を満たそう。つまりどういうことだってばよ。特定のアイテムが何かですね。なんかミッションランク書いてあるかな。テラリウムに土砂を備える、テラリウムに亜鉛を備える、テラリウムにワウズワインの種を備える。ほう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 、なるほど。土砂っすね。じゃあ土砂は背中についてないです。なんかついてますね。うん、じゃあ土砂を入れてたらいいのかな。じゃあおじいさん、どうぞ。どうやって入れんだ。多分で、乗せる。じゃあ違うな。乗るかな。ほ、こんな感じ。あ、そうですね。これじゃあ足らんのかな。まだ上がるのかな。土砂は入ったから亜鉛かな。亜鉛あったっけ。亜鉛アルミニウム、亜鉛があった。じゃあ亜鉛を入れてきます。一緒入れましょう。一緒亜鉛。ほっ、お、入った。とバウンスバインだっけ。なんかこれじゃないっけ、この今ちょうど生えてるあの危ないもじゃもじゃオレンジの、はい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 、あれが確かバウンスワインだった気がするんで、多分掘って駆除してから種手に入れたらいいのかな。あ、本当だ。ソースは合ってますね。そうそう、バウンスワインなんで。これを起こすと種が、多分。おい、出た。あ、種出た、出た。これを手に入れて、お、一緒。じゃあ入れてきます。帰れる、はーい、帰れる、帰ります。一緒。1個でいいですかね。ですかね。なんかだいぶ余裕ありますよね。ねえ、レモンの中。よし、じゃあ入れてきます。はい。ほい。おー、可愛らしいことになってる。おお、ミッション達成したので見てきます。はーい。ステラリウム、シルバー回収、小型の楽器を完成したテラリウムに取り付ける。ん、どういうこと。作動すると音が鳴る。これにくっつけるんですかね。あー、ですかね。じゃあくっつけてみます。あー、なんか鳴った。なに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 。あー、なんか出た。わー、なに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 。こんにちは。かわいこちゃんがいますよ。あ、なんか歌ってる。かわいい。これでエモートを披露。 G ボタンを押してエモートホイールをやって、なんか違うって言われた。それでもないって言われてる。違う、かわいい。違う、どれよ。違う。あ、喜んでる。あ、おおおおあ、消えてしもうた。どっか別のところに出ましたね、これは。
どこ？どこ？そっちから聞こえますね、でも。あ、違う、聞こえてんのこいつか。あれどこ行った？どこに行った？あ、コンパスになんか追加されてるかな。あの緑の角っぽいやつ。あ、いた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 。こっち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 。あ、いた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 。こんにちは。かわいい。かわいい。あ、じゃあやってみてください。さっきのにぎにぎ？うんうん。にぎにぎにぎ。あ、喜んでる。かわいい。もうちょっとにぎにぎした方がいいのかな。にぎ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 。反応がなくなりましたね。反応がなくなっちゃった。ハートマーク出てる。ハートいっぱい。あ、テラリウム持ってくるのかな。あは。あは。うんうん、オッケーだからテラリウムを持ってきましょう。ああ、なんか言ってるね。めっちゃハート出てますね。かわいい。こんにちは。これで上げたらいいのかな。お、ああ、ほう。あ、なんか出てる。長押しで心を通わせる。押しちゃいますね。はい、通わしてください。お、おお。回収しました。回収しました。かわいい。あ、手振ってる。かわいい。 F ボタン、F ボタン押してみてください。これこれ。あ、ほんまや。かわいい。かわいがる。かわいい。かわいがる。いいっすよ。かわいがってる。かわいい。あ、めっちゃ手立ってる。かわいい。なるほど。なるほど。あ、こっから先固定でき、あ、移動できる。よし、こっちに移動しよう。他にもいるんすね。じゃあ、あー、多分各惑星に1匹ずつかな。で、ミッションログが検証。ゼノバイロジーラボに G シルバーを置く。これを置けばいいのかな。持ってって、どこかな。持ってきます。どこ、どっか載せるとこあります。あー、これありましたもんね。忘れてましたもん、こいつの存在。あ、これかな。この丸い入り口があるから、これに刺せばいいのかな。お、お、おお、お、お、パカ。お、なんだ。お、お、スキャンされてる。検証したっぽい。ほう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 。で、追跡再開。はい、はい。追跡再開。シルバーの全をバイオロジーラボに多くの電力を協力する。供給する。データログを使ってゼノバイオロジーラボの追跡機能を作動させる。種をあげる。いろいろミッション出ましたね。出ましたね。とりあえず電力か。そうですね。発電機かなんか、小型発電機の、あの、あれなんだっけ、オーガニックめっちゃ入れるだけだとめちゃくちゃ時間かかりますもんね。確かに。なんで、カタログからなんかないかな。ちょっと大きめのやつから欲しいですね。ある程度余裕があるやつ。そうそう。あ、でも大型ソーラーパネルとかなると合金とかがいるから、中型かな。中型あたりからなんかないかな。中型ソーラーパネル、銅とガラス、ガラス、中型風力タービン。あ、でもタービンはあったっけ。アルミニウム、セラミック。アルミニウムとセラミック。アルミニウムがあって、セラミック、セラミックがあるかな。ない。遠心分デッキ。あ、あったあった。こっちにまだアルミニウムありましたね。アルミニウムありましたね。粘土があるので、よいしょよいしょ。燃やしてる、燃やしてる。燃やしてます。アルミニウムめっちゃ落ちてるやん、これ。めっちゃ取りましたからね。あ、これ電力ちっちゃいのか。あー、かな。ちょっと遅い。
あーこっち側全然あれですもんね。なんか大きい電力置けるといいんですけどね。ねえ、なんかな、せっかくだからたくさん。でもリチウムとかあったっけ、ナノカーボン。タングステンってなんだ。タングステンなんかありましたね。あったっけ、何のやつやったか忘れましたけど。うん、およし、セラミックができたのでアルミニウムで、小型プリンターかな、小型プリンターから酸素供給器、風力タービン、これかな、作ります。はい、お、ちょっと大きいかな、ちょっと大きそうですね、うんうん、おというわけでできました、風力タービン。ちっちゃい、風受けそうな感じね。じゃあこれをつなげてみましょうかすげえ運び方やなやばいやばい、グラグラする。ちょっと小型発電機乗っけてもらって、よいしょ、はいはいはい、はい、よし、これで、あ、これはどうつなげるんだ。なんか直接ざっくりいけそうですね、それね。ざっくりいけるかな。どこにあるでも。コード伸ばさへんすもん ね。どっか取り付けれる場所があんのかな。取り付けれる？違う。え、使い、あ、2マスなんかいる。あー、ほんますね。なんかな、なんか中型。あー、土台がいるのかな。2マス刺す土台がいりそうですね、うんうんうん、ちょっとあるかな、土台使えるようなやつないかな。車についてましたっけ、うん、あ、プラットフォーム、樹脂がもうないっけ、ない気がする。樹脂ね、こっちにあったような気がする。あ、本当です、穴ぼこあ、いや、これ多分こいつかな、樹脂、あ、それはアンモニウムかも。アンモニウムだな、うん、ちょっと探してきます。はい、やばいやばいやばい、もうボロクソなってるべっこべこっすね、べっこべこですね。あるかな、樹脂。あ、あったあ、あった、あ、違うかな、違うかも、あ、いや、樹脂だな。あ、樹脂、酸素が持たないな。おっと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 、テザーってテコさんでしたっけ、うん、なんだっけ、T かな、 T、 OK、 あ、歩み落とし出してる今そんな時じゃない。あ、そんなこと言ってたら樹脂がありました。ナイスナイスナイス、よいしょ、よし、お気味揚げを手に入れつつ、お気味揚げ、お気味揚げ、なんかいっぱい落ちてました。ほんまに基地周りがボコボコなってます、ね、そう、ちょっと整地しないとあれですね。樹脂足りそうですか。あ、多分足りるかな。 OK です。はい、ちっちゃいのでいいのかな、大きい方がいいのかな、どうでしょう ね、 中型にしとく。あね、大型でも、大型は大きすぎですもんね。でも中型にしときましょう。小型にして、中型プラットフォーム出します。え、 A と B、 あ、 B があるのか、ん、 A と B だっけ、いや、プラットフォーム A しかないな。よし、じゃあ出します。えらいところに、えらいところにまんまに立てちゃったっすもんね。そう、よし、これで、 あ、 そっか、パッケージだからこれで入れれるんだ。よいしょ。よし、これで。よし。持ってきました。で、刺せるんじゃないかな。で、これで線をピュッとピュッピュッと。
お、来てきましたね。さてどうかな。あ、なんか出た。ギョンギョンしてる。めっちゃ軽くなった。足りてるのかな。なんかアクは足りてそうですよね。黄色のマークみたいなのも全部つきましたけど。だい電力はあると思うんですけどね、うん、ミッションログどうかな。あ、でも電力はある。データログを使ってゼノバイオロジーラボのデータログを使ってデータログボタンを押します。押しました。 お、なんか増えたかな。 G デソロのカラスカラスシカリドウなんかいっぱい出てきた。うんうん、いっぱい出てきた出てきた。これでミッションログ追跡開始、お世話開始。種をあげる。種をあげたらいいのかな。ん、うん、どういうことだ。お、なんか外側にも酸素供給器ついてたんだ、知らなかった。うん、んよし、というわけでどうしたいのかな。一回ミッションの星を手に入れようかな。はーい、よいしょと。お、なきたー、でかいのが。酸素フィルターと酸素フィルター、荒いな、荒い荒い打者分離機は1個持ってるので予備で置いときましょう。で、種、テゾロのキャラ、不毛の月にたどり着いたキャラスポットを、テゾロのクレーターに捨てられたキャラからを見つけよう。ジーカリドはまたジーカリドの星に行ったらあるのかな。あー、別の星ってことですね。とりあえず種をあげたらいいっぽいので、種か、うんうんうん、バウンスワインあげてみる。ちょっと掘ってみます。おい、よし、種どっからあげたらいいのかな。上かな、テラリウムから。よいしょ、つけれるっぽい。お、おー、食べおる。あ、すごい。めっちゃ食べおる。すごい。これで、お世話。なんかすごい謎のやつが手に入るぞ。なんだなんだ。よいしょ。ポニーでも可愛いな。ねえ、かわいい。なんだこれ。あのさ、なにこれ、なにこれ。発電アイテム。お、ナイス。GRTD。燃料供給を必要としない電源。へぇー。めっちゃいいじゃないですか。じゃあこれをなんか、いい感じのところに持ってって、これつなげておけば、あ、めっちゃ強くなる。ね、おぉ。やったやった。バイオテクノロジーとか何もいらんってことでしょ。そう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 。勝手に供給するってこと。そう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 。強い強い強い。めっちゃいいですね。いいですね、いいですね。よし、じゃあこんな感じで、とりあえずできるギャラスポロット系は終わりかな。ナイスです。ナイスです。どうしよう。他になんかいろいろあるから、できそうなやつやりましょうか。そうですね、そうですね。